スポーツチャンバラとは、1971年、田辺哲人によって始められた競技。日本において、遊戯として存在したチャンバラごっこと、小立ちご振動をもとにし、スポチャンメントエアーソフト圏、縦や小手を用いる競技である。略称はスポチャン。日本スポーツチャンバラ協会は、日本スポーツ協会や、日本レクリエーション協会に所属している。遊び道具として、 現代のようなテレビゲームが存在しなかった頃、子供の遊びとして、チャンバラごっこがあった。神社や野山に出かけて、棒切れを振り回していたが、今は走り回る空き地さえ見当たらないため、遊び場だった境内や野山を、学校の体育館や、スポーツセンターに移し、スポーツとして、チャンバラを蘇らせたのが、スポーツチャンバラ、スポチャンである。1973年、田辺哲人によって、 全日本語振動連盟を設立し、現在に至っている。また、剣道は、臭い、痛い、防具をつけるのが面倒臭いといった否定的イメージが強く、これらのイメージが、剣道の技や用具に関わるものであることから、固定的なイメージとして定着してしまいがちであるのに、対して、スポーツチャンバラは、剣道よりも打ち合いの楽しさを重視したスポーツである。 基本指導の時間短縮や早期に互角稽古が導入できる利点があり、武道必修化に伴う学校教育への導入が模索されている。また、リハビリテーションとしての効果が期待されたり、障害者でも工夫次第で十分な運動能力を発揮できるスポーツとして高く評価されている。1試合は3分間、3本勝負。ルールは簡単で十分な威力で、 相手の体のどこでも良いので剣で叩くと一本となる。つまり、足から面まで全身が有効打突であり、どこを打っても良いが、どこを打たれてもいけない。コートは7、7メートル程度で、場外は一度は許されるが、二度目は、反則負けを取られる。競技者が用いるエアーソフト剣の種類別に種目が、分かれ、小、小立ち全長を60センチメートル以下。スポちゃんは、小立ちに始まって、 子立ちに終わると言われるほど人気が高く、基本的な絵ものであると同時に、御神道として最適とされる。長剣全長1 0 0トル。両手で用いても、片手で用いても良いが、競技会を重ねることに、片手双方が多数を占めるようになった。杖全長1 4 0トル以下。杖は、棒の短いものと長剣の柄の長いものがあり、その他に三節根やちぎりに、ヌンチャク。 鎖釜、トンファーなどが含まれる。棒全長 200cm 以下。棒先や棒尻を交互に使う。左右打ちや一回転してハンドを利用して打つ回転。横面打ちや足打ちなど相手の意表をつく攻撃が可能である。長巻全長 200cm 以下。なぎな長巻、耐震槍などがあるが、つくか殴かのどちらを、 主にしているかで名称を分けているだけである。担当全長45センチメートル以下。競技場、蹴り技を認められている。本部主要大会として以下の大会が挙げられている。ありがとうございます。